どうもワイワイと申します。本日もこちら VCD の続き第3回目になりました。こちらを進めてまいりたいと思っております。まあ、早速始めていきましょう。まあ、第3回目ということなんですけれども、まあ、2回目ね、見させていただきましたところですね、結構な方が見てくれているということで、まあ、意外とこれゲームね、人を選ぶゲームやと思うんですけど、これをまあ見てくれてるってちょっとまあこの先の日本が思いやられるな、そんな感じの第3回目、今回はペインテナンス、トンネル、ここから見ていきましょうか。はい、スタートワークでいきましょう。よいしょ、はい、来ました。ネームワイワイ。本日は34歳ということで、ハイジーネテクニシャンですね。今回もハイジーテクニシャンの私の活躍が見られるかというと、本当に胸が躍る、そんな一方でございます。ここでしょうか。ここからスタートですね。勘が落ちたりしますけれども、今日は何のトンネルなんですか。水ですか。これは深海ですか。あ、ここになんか、何ですかこれは。なんかあんまりバラバラになっていないやつがいますね。ちょっとここ切れたりとかしてますけどね、バラバラにはまだなっていないみたいな状態のやつがいたりします。今回はちょっと青と緑という感じで男性色が強いんでしょうかね。こっちも見てみますか。何これ、なんかゲソが置いてあります。ゲソです。炙ったら美味しそうですね。ゲソ、ここも若干ゲソみたいになってますね。ひっついてるんでしょうか。まだこれちょっとお得感がありますね。今までバラバラになったやつが多かったんですけど、ちょっと遠いですね今回。長そうだ。こっちはここにもまあいろいろ転がったりしているというか散りばめられている。あ、これはこれ新しいんじゃないか。あ、これバケツか。バケツのやつですねこれね。今回はまあ死体が多いというか、こいつがちょっと、こいつがちょっと新しいですね。これここ、ああ、ああそうなるんですね。はい、わかりました。ちょっとまあ置いといてください。じゃあ、あ、これも、え、これ持てんのこれ。あ、これ持てんのな、これ。あ、いや、え、これどうやって動かすの。え、これ、これってここに突っ込むもんなんですかね。これ、こうすんのこれ。ちょっと、よくわからないんですけど、まあこれ、こうやって、様子見ときますか。さあ、で、今回はですね、前回にも言っておりましたけれども、まあいろんなマップを見て、まあこれと決めたやつをちょっとクリアしてみようではないかということで、まあこっち、ちょっと下のやつ、もう一個下のやつ、おフロストバイト、おこれも行ってみましょう。なんか雪っぽいですけどね、これのステージも見てみたいと思います。はい、来ました。まあ今回は43歳のハイジーネテクニシャンということで、ハイジーネテクニシャンが一体何かわからないんですけど、メディキットがあったり、これも外ですね。掃除する意味なしです。もうここまで来たらね。どこを掃除しろというのかぐらいの。あ、これ言うのかな。あ、これはちょっと待てよ。楽かもしれないぞ。いや、でも上に登らなあかんのかな。そういうの一番厄介かな。見えへんところが多いな。確かに。建物じゃないから。上とかはね。な、これバケツのやつね。はいはいはい。あ、これは、すごい楽なんじゃない。あー、でもこれ上に上がっていけってことはさ、やっぱありそうですね。このなんか上のところが汚れてるみたいなことが。うわー、そうか、こういう、いや、こういうのはこういうのでだるいんですよ。これめんどくさそうですね。あと、これでも白と赤のコントラストなんで若干見やすいかなとか思ってたけど、どうなんやろうな。まあそこら辺もちょっと加味して考えたいな。こっちは、え、まさかここもやるんですかね。ここ僕の担当なんですかね。あ、なんかいっぱいありますね。これは、これ持てへんの。あ、持てるやん。これ何すんのこれ。え、これって、あ、ちょっと待って、なんかボタン書いてあるな。これボタンちょっと俺分からへんけどさ、もういけんのこれ。スタンドバイって書いてるな。もう分からん。これ他してどうなんのこれ。大丈夫な。ああ、え、ちょっと、びっくりした。え、めっちゃびっくりしたんやけど。え、何今の、なんなん。あれはダイナマイトってことな、やっぱり。あ、そうな。え、じゃあダイナマイトとして使わしてよ。違う、あれをほかせっていうことなのか、それともあれダイナマイトとしてどっかのドアとかを開けたりすんのか。何これ。あ、椅子か。うわ、ちょっとなんか赤いやついますね。ほら、赤いやついる。皆さん初めて見ましたね、こいつ。新種です。これで、こうやって上にちょっとバッて掘った。ほら、うわ、あー、なんか皮膚が全部剥がれてるのかな。皮膚剥がしの目に合いましたね、こいつ。はー、皮膚剥がしもいるかもしれないね、どっかに。ん、ここら辺も違うか。広すぎひん、さすがに。さすがに広すぎるでしょうよ。
あ、ここは？これなんか、ん？なんかあってるで、ここ。ここ入れへんの、これ。これほかすの、これ。これか？あ、まあここは、まあちょっとした浴槽みたいなもんですね。うん、浴槽みたいなもんでしょう。これなんか入れるとかそういうことでもないの？これ別に何もしひんよな。こう発煙筒とセットでなんかするとか、こうグサッとこう刺すとか、こう違う？違うか。まあ、バカ、あ、あった。これもや。いや、これをさ、どうやって普通に使うのかって話やんな。これなんか、これでツン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 こうやってしたり、こうやってさ、あかんのこれ。あかんのか。うわ、すごいこいつ、ほら。ここでやられて、どうずってこうなってんやろな。ガシーンって頭やられて、ずーって、ずらなんかずーってこう。すごいやん。すごい魔物がいるやん。その名も皮膚剥がしやな。これ、いや、俺これ初めて見たけどさ、まあ、なんか掃除に使うんじゃないのこれ。掃除には使わへんの。これで売ったりしたらどうなんだこれ。あかんかな。こうやってやったら火が、あおぉびっくりした。威力でかすぎますね。めっちゃ爆発するやん。よし、今日はもう一個見るよ。アンリフィネリー。これも見てみましょうね。まあ、どんどん広くなっていってるんで、まあ、結局一番小さいとこなんかなっていう気もするけど、まあ、でも爆弾面白かったもんね。あ、今回ちょっと違う。サニテーションプロフェッショナルや。サニテーションプロフェッショナルの19歳、俺。19でプロフェッショナルになれるものなんですね。サニテーションっていうものは。こいつもあんまりほら、これなんかやられてないやつ多いよね。あんまり。俺が触ったら爆発すんのかな。ん？ここそんなに広くないんちゃう？一本道やもんね。こういうやっぱ屋根があるとこはね、屋根こうやって注意しないとね、こういうとこ汚れたりするからね。そういうのも見ときたいな。うわ、広いわ。あ、工場みたいな感じ。こっち日本で2個アンドのやつあって、こっちはまあここ降りていくんか。うわ、なんか複雑やな、構造が。これなんやろ、ドアじゃないんかな。あんま変わったことない感じこれかもしれへんね。ここにあったりする、なんか。え、めっちゃ狭ない？え、超狭いんすけど。え、ここが一番いいんちゃうかなって俺思うねんけど、ぶっちゃけ。ここやったら 100% の可能性あるよね。はい、どうでしたか？まあ、このトンネルか、爆弾か、とかいろいろありましたけど、やっぱりちょっと爆弾が魅力的よね。いや、使ったことないから、あれをどうすんねやろっていうのもあるし、ちょっと今回、外になるけど、爆弾のやつにしてみようかな。まあ、次回はまた、先ほど見たところの続きから行きたいと思いますんで。いや、今回はちょっとまたね、新しいアイテム増えたのは嬉しいな。よっしゃ、じゃあ、まずは、あ、でもこれ上あんねんな。まあ、荷物運びからやね。アイテムの場所っていうか、あの入れ物の場所とかをちゃんと知った上でね、やりたいから。よし、まあいいか。一回こん中入っていっかな。あ、こっからこの左奥のとこから攻めていこうぜ。よーし、あ、ここにもあるな、2個アンド。まあ持っていくもんが多いかもしれんな。ちょっとここな、結構大変かもしれへんな。これは捨てんでいいよな。これは捨てるにしてもさ、この上のやつ、あの箱は捨てんでいいよな。まあ、前は結構何でもかんでもおかしいだから。でも90何パーやったもんな。そこ考えなあかんな。あとこれどう破棄すんのかよな。こいつをどうするかによってはほんまに最後に失敗するってこと考え、え、これはさ、ちょっと待って、俺これの処分、これ処分考えるわ、ちょっと一回。大空に羽ばたけ、飛んで飛んで、鳥人間コンテスト。よし、今回は鳥人間コンテスト第1回。この人間をこうぐるっとこう回す遠心力によってどこまで飛ばせるかという人類の飽くなき挑戦心、チャレンジ精神をまさに具現化したような企画に挑戦したいと思います。ではこの青いところ、青いコンテナの一番目いっぱい端のあたりから向こうにどれだけ飛ばせるか行ってみましょう。第1投目、こういう感じだね。すすいやー、よし、やお前もよくやってくれたな。お前よくやってくれた、月にくれた。イエーイ、カモウェビバディガンチプチュヘンズアップヨーヨー、プチュヘンズアップヨーヨー。明日お前んち行くわ。
チェゲナオ。ちょっともうこういうのもう直しとくかな俺も。こういうの。ブラッディヘル。何すごいな。50コンボぐらい叩き出した時に流れるやつみたいな名前してるな。ブラッディヘル。ブラッディヘル。待たせたな。おとじゃです。ブラッディヘル。何やねんこの木これ。どうやってこれドバドバなってんねんここ。シャラポワかよほんま。とか言うて、みんなそれは聞きたかったんやろ。そういうのが聞きたくてみんなもうあれやろ、うずうずしてたんやろと思ったから、俺もそうやってやらしてもらいました。ここなんなんこれ。こっちついてるけどこれ。もうええってお前、なんでこんなとこにお前、なんで隠れてんのにやられてんねんお前。矛盾かよ。チンジャオロース。チンジャオロース。よし、行くぞ。チンジャオ、わあ！はい、どうも。アサシンクリードでーす。今日はちょっとみんなにダンス一つかましたいと思ってるんで、よろしくなー。あいやいや、あなたはちょない。いいわけんと、あなたはシングスタイム。あいあいや、あいあいや。あいあいあ、あいあいあ、えちょまだない。あいあいあ。よおお。え、なに、え、なに、あれも燃やしたらあかんの？え、俺そんなん知らんかったけど危な。死にかけたやんお前。意外とやってんねんぞお前、俺掃除今これ。危な。そっか、あ、樽もあかんのか。え、いいこと知ったと言うべきなのかどうなのか。え、これは、でもこれほかすなあかんやね。さすがに。もうこれ一気に処分しちゃうか。一気に処分コース行くか。じゃあもう全部爆発させてや。よし、わいわい、爆破計画ただいまに発足します。まず何よりも向こうの方でダイナマイト爆発させなければならない。なんだったらもうこいつとかも集めてしまって、もうコッパもみじんにしてしまう。で、みんなをコッパのみじんにしてしまうと持っていかなくてもいいかもしれない。そういう風な用途として実はグラネード爆弾がではなくバイナマイトではないのかね。バイナマイトを私は今回それをうまく使いたいと思っています。よし、あらかた集めたと言わざるを得ないな。ここでやっと今回の大作戦、コッパのみじんちゃん大作戦、その概要を説明したいと思う。まず今回ここにご用意されているこうダイナマイト、これが合計で4つ、ここに3つとさらに向こうに1つある。で、このダイナマイトを惜しみもなくここに置いていってしまいますね。こうダイナマイトここに置くことによって、ダイナマイトがもし爆発したらこう中のものをもうコッパのみじんにしてしまおうということなんですよ。それが今回の大作戦の、まあ、一番の趣旨です。まあ、あとこういうのやったらもう叩き起こしますね。これ初めて知りましたね。蝶があの内側に行ってしまうという前回のそういったところも踏襲しています。今回の作戦はそしてここに4つ置いて、じゃあどうやって起爆するんだワイワイと、そう言ってしまうでしょう皆さんも。そこで私がご用意させていただくのが今回これです。これです。これが、起爆剤となっていくわけです。これを導線のようにこうやってはわしていく。その数なんとこっちにもいっぱいあるんで、10いくつかのこのドラム缶を並べていくことによって最後に起爆させ爆発させてしまう。だからもはやここのこの爆発力さえもがある意味コッパのみじんちゃんと言えるのではないかということだ。よし、皆の衆、ついに手はずは整ったようだ。ここのまずこれを爆発する。するとね、え、こいつ爆発するやつですよね、これ。あれ？爆発するやつよな。爆発するやつが、こう、バーン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 と爆発していく。で、最後、ここまで爆発したときに、ここにいるのが、他でもないコッパのみじんちゃん。このコッパのみじんちゃんの最終防衛ラインを越えて、このダイナマイトを爆発させれば、おおよそ、この左右と後ろに含まれているこの爆弾が、もうすべてこの真ん中の浴槽の中を、すべてもう、蒸発させてくれる。それぐらいの爆発力を、私は想定して、この計画を画策した。果たして吉と出るか凶と出るか、行くぞ。着火まで3秒前、2、1、着火。よし、ならば違う手で行こう。こいつだ、こいつで着火させるぞ。こいつを使って上からこれを投げ込み、それで引火させる。行くぞ。よし、行くぞ。着火。
ついにお前の出番が来たようだな。着火用ダイナマイト、この着火用ダイナマイトをここに置いておく。そして例のごとくあの黄色いよくわからない銃で、ね、あれを貫く。それによって着火を成し遂げるぞ。そう、こんぐらいだ。いけ、着火着火、うう、置いた。行ったぞ。どうだ。まだか。どうだ、大丈夫か。なんだこの量は。これを掃除しなければならないと考えると、あ、しかし、あ、コッパのみじんちゃんが全然大丈夫だ。どうなってやがる。なんだと、コッパのみじんにならないだと。いやー惜しかったね。もうちょっとっていうところもいったね。まあ失敗というか、いわゆる成功の礎とでも言うかな。そんな感じはしていたけれどもね。っていうかもう1時間経ってるんですよね。だから時間使うんですかね、僕。もうちょっと俺今日初めて知ったかも。こういうふざけたことしてるから時間ってなくなんのかなっていうことに今俺ハッとしたかも。あ、もういいんちゃう。もうなんかクリアしましたって言うとあかん。もう今はいクリアしましたみたいな適当にならん。そう、それで終わりに。もう取ったんちゃう、取れたか十分取ったんちゃう。じゃあお前らちみんな見てる人知らんと思うけど、こっからがマジ地獄やからな。この言う1時間後みたいなキャーとか編集してるやろ。あの1時間後に至るまでがどんだけ苦痛か、そこだけやね。いや、ずっと喋っててそれを動画にしてもいいんやったら俺もええで、喋り続けてる方がまだマシやから。やけど使いもできひんで、尺伸びるから俺喋りすぎて。か、もう俺今日カットせんとくかな。カットせんと、もう動画2時間半とかにしたのかな。もう2時間まるまる俺が喋らへんとこもう早送りもせんと、もう一生全部見せ。ちょっと、ほんまに撃てますん。え、ほんまに撃てますん。うわ、はいはいはい。ということで急遽始めまして、フレンドを呼びましてですね、一緒にプレイしていただくということで、おやり方してるんでしょうか。一応名前はですね、ともやさんとでも呼んでおきましょうか。ともやさんよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします、ね、よしよし、行くぞ。あっちやらなあかんから。ちょっと待って、お前さ、お前に爆弾見せたら、お前に爆弾見せたら、ちょっと、ともや、お前ここおれ、ともや、ちょっとこっち来い、そこおれよ、お前そこおれよ、そこ、ちょっと、ともや、そこおれよ、よし。トモヤ女になって生まれ変わったやんけ。トモヤよし行くぞ。トモヤ今から掃除するからな、ちゃんと。お前掃除の仕方まず分かってんのか。やったことあんのか。お前のデータ見てみたけど 0.1 時間でもう飽きてたやろ。お前頼むぞ。ちょっとトモヤ違うトモヤさん無理やねん。トモヤそれは無理。トモヤほら下汚れてるやんか。違うねん、トモヤちゃんとして終わらへんからより時間かかるから。トモヤしゃあない。トモヤの俺サポート役に回ろうか。これやっぱ2人でやると全然違うな。それはもうこれね、2人でやった方がいいかも。てか1人でやらないべき、やっぱり。めっちゃ出てきてんけど。トモヤなんでこんな外汚れてんの。どうやったらこんなに外が汚れんの。初めて見てんけど。どうや。違う、いやこれはもう遺伝でいいんちゃうかな。ともや、これはもうここ置いとくわ。ともやな、違う、ちっこいの入れよう。まだ多分ちっこいのあると思うね。ほらこんなんとかまだ持っていけると思うから。ともや、これそうふっ。飲めるじゃん。ともやさん飲めるかもしれん。飲めるかもしれん。おー、いいよ。おう、どうすんの俺、どうすんの。トモヤこれもうおかしいんか。トモヤそこ完成か。もうトモヤこれ終わりか。
あ、だいぶ頑張ったやん、ともやん。やーりー、お、めっちゃ早いぞ。これやっぱ一人でするもんじゃないな。これはいいわ。何が出てきたん、これみたいな顔してんの。いやでもトモヤ、これあれちゃうねんやん、動物タワーバトルちゃうねんやんと思って。これもうお前もお前のせいや。お、えらいやんトモヤ。お、いや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 、トモヤトモヤトモヤ、いやいや、どうみたいな、そんな顔やめて。おい、じゃあトモヤ見とけ、俺この上のあの向こうのやつ俺持ってくるから、トモヤ。よっしゃ、オッケー、トモヤ。いや、もうこれトモヤ、ちゃんとキャッチしろ、お前落ちたら汚れるからな。はい、トモヤ何してんねん。よっしゃ、これで終わりか。じゃあトモヤ、よっしゃ、イエーイ、やったぞトモヤ。オッケー、終わりに行こうぜ、終わりに行こうぜトモヤ、終わりに行こうぜ。確かどっかの画面だったらアコやったと思うねんけどな、あっちに画面があって、違うかな。あ、あった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 。これで、じゃあ行くからな。あい、ど、やんぞ俺もこれ。行くぞ。はい、さあ何パーか。90パー以上お願いします。いやー、でもな、10の後見てないしな。とにかく時間かかったから。お、デモーテッド、え、デモーテッドっていいんやっけ、分からへんねんけど。何パー、93パーやった。あー、でも1時間15分かかったか、お二人でも。さあ、ということで、今回は初めての試みマルチというのございましたけれどもですね、その分尺伸びてしまったかもしれませんが、まあ、次回どうなるかちょっと分かりません。ただ私もですね、今回あの初めましての方でしたんで、トモヤがね、だから、まあ、おったん、たまたま時間がおったんでね、声かけましたけれども、まあ、そういった機会がもし会えば、あ、誰かとやってみたいと思っております。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。